はい、皆さんお疲れ様です。プロダーツプレイヤー浅田聖子の聖チャンネル、今日もご視聴よろしくお願いします。はい、今日は何をやっていくかと言いますと、僕と言ったらこれでしょうという回にしたく、今日はこちらを用意しました。こちら、わかりますか？これはエルスタイルのロケットフライトと言われるものです。なぜ今日ロケットフライトを検証しようかと思ったかというと、一時ですね、僕もずっと使ってたんですが、最近ちょっとシェイプをずっと使ってたんですけど、やっぱロケットっていいよなっていう思いが出てきて、ちょっとロケット検証してみようかなっていう気持ちになったんで、ちょっと今日はそれをやっていきたいと思います。はい、それでは今日も張り切っていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。最後、今日はですね、このロケットフライトを検証していくんですけども、今日の検証していくセッティング、トリニダードリカルド336シャフトにプレミアムシャンパンリングとロケットフライトをつけて、プレミアムリップポイントといつもの定番のセッティングからロケットフライトだけちょっと変えた感じでいかせていただきます。はい、でこのロケットフライトなんですけど、2018-9年ぐらいですかね、コロナになる前よく使ってたんですけど、時人気が出たんですけど、最近ちょっと使ってる人も減ってきたんですけど、僕は今でこそこれいいんじゃないかなと思い出してます。それはなぜかというと、他にないんですよね、まずこの形が。で、やっぱシェイプもいいんですけど、回転力とか飛びとかが鋭くなってきた時に、この形状かなりフライトの弾かれる感とか、今となってこう再確認したらすごくいいものなんじゃないかなって思い出して、いつもシェイプなんで、いつも投げてる感じとどう違うのかっていうのを僕なりに検証していきたいと思います。本日はロケットフライト投げていきたいと思います。はい、今一回やってみたんですけど、リーグ戦が終わった後で投げてるんで、まあかなり温まってる状態ではあるんですけど、
いきなり1170という好記録が出ました。これはすごくいい結果ではあるんですけど、もう一回ねちょっとやってみようかなと思います。納得いかないというよりもかなりいい飛びしてたんで、ちょっとその辺もう一回投げて検証しようかなと思います。はい、では2回目ちょっともう一回カウントアップして検証していきます。はい、2回ほどカウントアップやってみたんですが、めちゃくちゃいい結果出ましたね。ロケットフライト、こちら今日はですね、リーグ終わった後なんで温まってるみたいな状態ではあるんですが、めちゃくちゃ気持ちよく投げれました。理由は何かっていうね、こうロケットフライトの特性みたいなものがすごく今ハマったんですけど、まずいいところからいってきますね。ロケットのいいところ、直進性がすごく高い。なのでしっかりまっすぐ振ってあげればまっすぐ飛ぶ、バタつきとかそういうところが抑えられてすごく直進性が高いということがまず一つ。二つ目はダーツがこう一回ねふわっと上に飛ぶじゃないですか。そっから安定してるんですよ。飛びがすごく綺麗な人ってシュッて飛ぶんですけど、抵抗を受けたり伸びてクッて落ちたりとか、抵抗を受けずにこうグッと伸びる人とかいろいろあると思うんですけど、僕の投げ方には落ちたり伸びたり両方せずスッと飛んでくれる、だから均等にこう飛んでくれる感じがしました。なので狙いやすい。あと2回目やった時なんですけど、ブラックも出ましたしインブル率が結構高かったんですけど、その時にフライト同士がこう当たってカシャンっていうね、心配するようなぶつかりがなかった。スッと入ってくれた、2本両端にあって真ん中にスッと入ってくれるような時も全然不安がなくて気持ちよく入ってくれたんで、すごくいいんじゃないかなと思います。僕が合ってるのは間違いなく今の段階ではすごく合ってると思います。で、悪いところといえばやっぱりいつも使ってるフライトが、例えばシェイプとかスタンダードな人からすればやっぱりちっちゃく見える、いつも投げてるダーツより垂れ気味になっちゃうのかな。こういつもダーツがグッと伸びない人、どっちかというとこう抵抗を受けてグッと落ちる人とかからしたら逆にスッと飛んでいくし、いつもそういうのがなくてグッと伸びる人からしたら伸びが甘くなったりとか
まあ、ある意味シビアになるフライトなんじゃないかなっていうところもあります。ただ会う人は絶対いいと思うので、僕これねほんまに次のジャパンでも使ってみようかなと思えるぐらいすごい今日良かったんで、ちょっとこれでやってみて良ければこのまま使いたいなと思ってます。そんな感じで今日ちょっとロケット使ってみたんですけど、めちゃくちゃいい点数出たんで、めっちゃ僕には合ってるフライトでした。なので皆さんもぜひですね、ロケット1回使ったけど今シェイプやねんみたいな人めっちゃ多いと思うんですよ。もう1回使ってみてもいいんちゃうかなっていうぐらい再確認できたいいフライトなんで、僕もうちょっと使ってみようかなと思います。ぜひおすすめなんで、皆さんもう1回使ってみてはいかがでしょうか。はい、では皆さん今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日はですねこの L スタイルのロケットフライトを使ってみました。セッティングを変えたような動画もこれからもいろいろやっていきたいと思いますので、僕なりの意見にはなりますが、ぜひ皆さん参考にしてみていただければと思いますので、これからもご視聴よろしくお願いします。はい、では今日はですね隠れた名作ロケットフライトのレビューをやってみました。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。